はい、皆さん、こんばんは、こんにちは。元公立高校理科教諭のチョボ先生です。チョボットサイエンスのお時間となりました。チョボットサイエンスでは皆さんにチョボットサイエンスに触れていただいて、科学的思考力を身につけて理系頭になっていこうということを目的に配信しておりますということで、今日はですね、もう全国各地で大雨で、私の住んでいる東海地方もですね、昨日の未明あたりから今日のね、お昼頃までもうずっとね雨が降っておりまして、時折ね、午前中、8時から10時ぐらいですかね、非常に強い雨が降ったんですけども、皆さんのお住まいのところはどうでしたかね。こんだけね、むちゃくちゃ雨が降っててね、非常に天気悪かったんですけども、一転夕方あたりからですね、めちゃくちゃ晴れてね、もう雨降ってたのが嘘だったかのようなですね、天気になりまして、非常に暑くなってまいりました、夕方以降ね。で、明日はですね、めちゃくちゃ晴れまして、ところによってはですね、34度、5度とね、もう真夏日に迫る勢いのところもあるということでね、非常にね、よくわからない天気なんですけども、でね、まだね、東海地方ね、日本列島ですか、九州以外のところですかね、まだ梅雨入りはしていないということでも本当にね、梅雨入りが遅くてですね、週末以降ですね、天気予報を見てるとですね、ずっと雨模様なので、週末にいよいよね、梅雨入りかなと、いったところなんですけどもね、こんだけね、梅雨が遅いとですね、夏もね、短くなるのかっていう感じでね、なってしまいますからね、なんかちょっと損した気分になるんですけども、非常に暑いですからね、非常に寒暖差があるので、こういった時にね、体調崩しがちですからね、体調管理しっかりして、温度管理しっかりしてといったところですかねということで、今日のお話はですね、皆さんカニやホタテの貝柱の缶詰にこう開けるとですね、なんか白い紙が入ってません？この白い紙これ何なんかなっていうふうにね感じたことはありますかね。で今日のお話はですね、このね白い紙なんで入ってんのっていうねお話をちょっとしたいなと思います。で、このね、カニやホタテの貝柱の缶詰を開けると、身がですね、白い紙でこう包まれておりますよね。で、このね、白い紙はですね、意味がありまして、硫酸紙、硫酸ね、硫酸とか塩酸とかの硫酸ね、硫酸紙というもので、丈夫で耐水性、耐油性があって、お菓子作り用のクッキングペーパーとか、バターやチーズの包装などにも使われているんですね。バターやチーズにもね、この白い紙包まれておりますよね。で、そのね、クッキングペーパーとして、で、バターやチーズのね、包装として使われているこの紙がですね、なぜカニやホタテの貝柱の身を、この硫酸紙で包む必要があるのかといったところなんですね。で、東京海洋大学の食品生産学科の田中教授によりますとですね、カニやホタテの貝柱には、硫黄を含む、元素記号で言うと S ですね、硫黄を含むアミノ酸、含硫アミノ酸と言うんですが、が多く含まれているんですね。で、硫黄はですね、鉄分と反応すると、硫化鉄となって、黒く変色してしまうんですね。で、これを防ぐために、缶詰の内側は、食品衛生上安全な塗料でコーティングされているんですけども、缶の胴体と蓋を接合しているあたりに、目には見えない小さい穴、ピンホールと言うんですが、その穴がですね、どうしてもできてしまうんですね。で、このね、硫化鉄はですね、人体に害はないというふうに言われているんですが、カニやホタテの貝柱の身に黒いね、反応しちゃってね、黒いブツブツができるとですね、見た目が悪くなっちゃうんですよ。なんかね、黒いブツブツがあると、これ大丈夫なんていうふうに思ってしまいますよね。その、含有アミノ酸と、反応しちゃってね。なので、このね、直接缶に触れないように、硫酸紙で包んで、このブツブツができるのを防いでるので、カニやホタテの貝柱の缶詰には白い紙が入っていると、いうことなんですね。この科学的な反応、化学反応のをしてしまうから、紙で包んでですね、反応しないようにしてると。これはですね、サイエンス気遣いですよね。それがしっかりできてるので、白い紙で包んでると。
この化学反応しないようにしてるから、缶詰開けるとですね、白い紙が入っていると、まあいうことなんですね。でね、よくね、ネットとかで、このね、硫酸紙白い紙で包む理由について、このストラバイトと呼ばれるガラス状の結晶ができるのを防ぐためと、しているところがね、あるんですね。まあ、ネットの記事だとか、まあそういう雑学本とかですね。まあこれはね、大きな間違いらしいんですね。このストラバイトというものはですね、カニ、鮭、マス類、マグロなどの缶詰を作る際に、身に含まれているマグネシウムとリン酸、およびですね、アンモニアが加熱によって化合し、その後冷却により分離して出てくるものなんですね。で、ストラバイトは中性やアルカリ性の水に溶けにくく、酸性の水に溶けやすいという性質があるので、まあ、そのためですね、pH 調整剤、pH 調整剤、酸性にしてね、などを加えて、pH を下げることでストラバイトができるのを防いでいるので、この硫酸塩で包む理由とはですね、ちょっと違いますので、この巷で言われているストラバイト、ね、雑学本とかで語られているストラバイトとはまだ別物と、まあ、いうことなんでございません。ということでね。まあ、一個一個ね、まあ、こういったね、化学反応をちょっと理解してるとですね、なんで紙で包まれてるのかっていうのがですね、まあ、分かってくるということで、まあ、こういったこともね、小さな気づきでいうか、もう身近にね、サイエンスが転がっている理由でもありますよね。ということでね、まあ、面白いですね。ということで、今日はこの辺にしたいと思います。それでは皆様、さよなら。バイバイ。